はい、皆さんこんにちは、タカです。今日はですね、これダイソーの100均万年筆ですね、と色雫です。パイロットの色雫シリーズの冬将軍と霧雨。以前からいろいろとインクの色味をね比べたいなと思ってたんですけど、まあそんなんでなんだっけ、つけペンとかガラスペンとかまあいろいろ買ってみたんですけど、やっぱり万年筆で色味を比べたいなと思って、で同じ万年筆をってなった時に、あ、これでいいじゃんってちょっとね思ったんですよ。で、まあ一応これはね、ヨーロッパ規格のカートリッジが使える、まあコンバーターもね、おそらくまあこれには僕使ったことないけど、まあ使えるんじゃないかなと思いまして、まあちょっとこの辺のね中国系万年筆の、まあ安いコンバーター、これらがハマれば、まあ、バッチリかなと思いまして、ちょっとね、つけてみたいと思います。はい。これはちなみにね、ヒーローについてたコンバーターですけど、これがハマって、あ、結構きついかも。うん、多分 OK かな。うん、でこれが閉まればね、あー、いけそう、大丈夫そう。ちなみにこっちは、あ、これ太いね。これはね、デュークに入ってたやつ。そっか。ちなみにね、これパーカーですけど、あ、これも入んない。このタイプ、これだったら入るか。はい、これ別の中国系万年筆から。あ、OKOKOK。うん。このタイプ入りますね。うんうんうん。OK。じゃあもう一個。OK です。ちょっとヒーローのコンバーターの方が長いんだ。これ無名の中国系のコンバーターで、ちなみにね、このタイプのコンバーター、結構な本数注文してるんですけど、まだ届いてないんですけどね。うん、まあ万年筆100円で、コンバーターは100円しないぐらいの値段なんで、まあこれで同じ万年筆でインクチェックができると思いましてね、今回はこれ、ちょっと霧雨と冬将軍、どちらもね、まあ黒系なんですよこれね。ちょっとこの辺は、微妙な色の違いかなっていう気もするんですけど、ちょっとねどう違うのかは
同じ万年筆で書き比べてみたいなっていう色ですよね。ちょっとこれやってみます。はい、じゃあよいしょ、冬将軍、あ、これ同じペンのこれ軸ね、同じ色だと分かりにくいかもしれない。まあいいか、じゃあ入れてみましょう。まずね、これが OKOKOK、 ちゃんと吸えました。はい、次は霧雨いきます。うん、 OK。 はい、というわけで霧雨と冬将軍を入れました。早速書いてみたいと思います。はい、それではまずは冬将軍。よし、出てきた。うん、まあやっぱりね、このダイソー万年筆100円の割にやっぱいいと思いますよ。うん、で中国系のコンバーターを使えば、万年筆とコンバーターで、200円しない、いいですね。うん、これ冬将軍ですね。こんな感じ。じゃあ次霧雨いってみます。ちょっとこの紙があれかな、真っ白じゃないから、あとはちょっと光の関係でね、見え方、色の見え方はやっぱりこう動画だとちょっと違うかもしれないですけど、結構違いますね、僕のこう書いて直接今見てる印象だと。冬将軍はやっぱりなんかあの灰色、なんだろう、ネズミ色っていう感じかな。で、霧雨はまあこれもネズミ色かな。なんだろう、冬将軍はよりネズミ色な感じで、あーじゃないな、なんかあのどっちもグレーって言ったらグレーな感じなんだけど、冬将軍は青みがかったグレーで、霧雨はちょっと茶色系のグレー、難しいな、なんか茶色って言うんでもないし、もうこういう色って難しいですね。でも冬将軍と霧雨はなんかやっぱりどっちも灰色って感じなんですよ。でも全然タイプの違う灰色だから、なんて表現していいか
難しいな。ちょっと茶色がかったっていう気もしたけど、じっくり見てみるとなんか茶色がかってないなみたいな感じもするし、冬将軍はやっぱりこの名前はねぴったりきてますね。色冬っぽいですもん。ちょっと冬っぽい色してるんですよ。冬っぽい色してる。でちなみにこれまあグレーですよね。この2色はね、グレー系の灰色系の、それに対して、ちょっと色雫じゃないけどパイロットのインクの黒、こんな感じです。黒と比べると結構やっぱ変わりますね。ほらね、結構違う。でもやっぱりこの真っ黒と違っていいですね。こういうグレー系は僕結構好きかもしれないです。で冬将軍と霧雨がこう書き比べてみるとここまで違うっていうことにちょっとねまたびっくり。でもこれ同じ見た目も同じだからちょっと色の名前変えとかないとこれ分かんなくなりますね。同じ万年筆だと。あでもこういうの面白いな。やっぱり同じ万年筆で描くいろんな色でちょっとね色味の違いを、面白い。やっぱちょっと2つ違いますもんね。でもどっちもねやっぱ灰色なんですよね。はい、というわけで、このねダイソーの万年筆は僕今ねすごい買いだめしてます。でまあコンバーターも届いたら色しずくずらーっとこう書き比べしてみたいなと思ってるんで、とりあえずそのコンバーターが使えるかどうかちょっと試してみなきゃなと思って、今とりあえず2本冬将軍と霧雨を今回は、やってみました。というわけで色しずく、まあ色しずくの他にもねいろんなインクを、色味チェックっていうねのでこう使うんだったら、まあこのダイソーの万年筆でも安いからねちょっと面白いかもしれないなと思った次第でございます。というわけで、コンバーターが届くのがちょっと待ち遠しくなってます。それでは。